王子が攻め込んでいます。左から右、これは効いた、これは効いた。ここでゴング、ゴーサインを出ています。チャンピオンの王子有沙は、場内の王子ファンは足を踏み鳴らしています。右アッパー、左、さあこれは竹中苦しいぞ。チャンピオンが行く、これはダウンを取りました。さあ王子が一気にフィニッシュか、まだ時間はたっぷり残っている、時間はたっぷり残っている。王子が行く、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 ダウン。王子有沙は12連続ノックアウト勝ち。これは最後すごいラッシュを見せましたね、やっぱりあのね、最後これ倒さなければという気持ちがね、勝つには欲を持てって私いつも言うんですけども、やはりどうせ勝つなら倒したいという欲でしょうね。険しい表情のチャンピオン、そこにパンサー柳田、パンチを押していきます。右のスパイクチャンピオン、和島さん、はい、王子の表情もいいですね。さあここはパンチを叩いていく、グラッときた、効いている。本当に今日の両者、チャンピオン王子有沙、見事なノックアウト勝利。スローで振り返ってみましょう。この右、いやー八幡さん、いやいや打ち抜きましたね。自分でもいい試合ができたというふうに、どうか、ダウン、ダウン、ダウン、西田の高の左ストレート一点、13戦全勝。そして誰もが緊張するというこの初防衛戦、ダメージとしてはどうですか、動きをご覧になって。ちょっと硬いですね、ちょっと硬いですね。翌年 B 級トーナメントジュニアライト級で優勝、おっと、さあこれはしかしカウンターで返した高知有沙は、さあこっから逆転に迎えるかどうか、ショートレンジ、しかしこれ西田もショートレンジからですが、結構いいパンチ放ってます。さあ右ラッパーを返す王子有沙は、さあ放送席の目の前、ロングギア、その片隅から西田コールも沸き起こっています。おっと右ストレート、右王子有沙の右ストレート、奪われたら奪い返す、デビュー戦の時からそうでした。王子有沙は入った、チャンス、チャンス、チャンス、止めた、止めた、止めた。第3ラウンド一気のラッシュ、王子有沙は逆転のノックアウト勝ち。非常にタイミングのいい、この左をスッと出して右ストレート、これで効いてるんですよね。もう効いてるんですね、この連打ですよね、よかったのが。非常にこういう追い込むボクシングというのはもう完全にこの人のものになってますね。そうですね、ウィービングしてもいいんですかね。ちょっと状態硬いですかね。ダウンを奪いました、王子有沙は。一発で決まった、一発で決まった。あとですよ、確かこの後に土管一発、いやこれも完全に西田はジャストミート、そしてもう後頭部を下田が打ちつけて、もう立ち上がることができません。チャンピオン王子有沙は、やはり立ち上がり、王子有沙にとってはこの立ち上がりが苦悶か。あっとまた行った、王子有沙右ストレート、チャンピオンまた詰まった、チャンピオンまたニュートラルコーナーに詰められた、詰めた福永、さあどうだ、おお、これは危ない、お右のストレート、右の回転、あっと左フックカウンター、右ストレート、いや効いてないよという福永の表情、効いてない、しかしこういう時はえてして効いています。左のボディ、またボディだ、あっとずらついた、福永ずらついた、ボディ攻撃、また体勢を低くする、体勢を低くする、ずらついている、福永危ない、福永危ない、最後ラウンド、さあ出た、王子有沙右下に持っていくか、左フック、右アッパー、右アッピー、服左右の服全気持ちが前に出ています。さあしかしチャンピオン王子有沙のパンチが容赦なく顔面に叩き込まれる、左引き右ストレート、止めました。王子有沙は逆転のノックアウト勝ち。左のカード見ると分かります、左引く、右引く、右引く、右引く、
はり薬師さんからの目から見ても工事有沙はすごく頑張ってるというイメージがありますが、そうですね、時折打つ右がいいですね、右が、そうですね、はい、さあ決めた、右アッパー出るはずなんですよね、この通り1ラウンドで倒れるかもしれない、でも絶対に僕は諦めません、そう言ってリングに上がりました。工事有沙はここまでは完全に畠山がポイント的にはリード、しかし諦めない工事有沙、右のアッパー、右ストレート、残り4周を切った第7ラウンド、左のアッパー、畠山決めた、畠山貴則、右ストレート、渾身の右ストレート、中打ち合いになった、左吹く、右アッパー、左苦しくないと和島さん、そういう気持ちで臨みそうです。右のフック一発。さあそして右から左、ガードが少し甘くなった、ここ上その上から右のフック、チャンスがあれば行くと言っていた工事、さあ鋭いパンチだけです、小城も黙らない、ガードの上から左右のフック、右左連打で行く、小城も返す、しかしガードをこじ開けてしまいます。コージのもんだ。ふらついた。止めた。コージアリソは新チャンピオン。コージアリソは新チャンピオンです。コージを肩車して、そんなシーンですけど、これ1回目のダウンシーン、今テレビの前の皆さんにご覧いただいています。いいカードが入ってますね。はい。とにかくガードの上からでも狙って、チャンスがあったら積極的にという兄のそのアドバイスが効いた形になりまして。右チャンピオンの右ダウン、武田ダウン、近藤さん、はいはい、そのあたりね、チャレンジャーサイドはね、合わせろって言ってるんですよ。カウンター狙ってます、カウンター狙ってます、チャンピオンが走っている、チャンピオン危ない、気合いを、静かな気合いを見せていたチャンピオンの有沙です。危ない、右アッパー、のけぞったチャンピオンの有沙、しかし反撃、チャンピオン反撃、止めた、レフリー方に止めています。激しい試合になりました、当たった、右ダウン、さあ武田は立てない、そしてタオル投入です。チャンピオン有沙は2度目の防衛に成功、正式起動者より、いいですね、前のめりですからね、これでしたね。右のフック、グラッときた、グラッときた、第2ラウンド右のフックでグラッとさせた、チャンピオンの工事有沙、世界戦の青写真もそろそろその輪郭がはっきりとしてきています。工事有沙はしかしここはフックでチャレンジャーの木原が出ていく、頭をつけて打ち合っている両者、右のアッパー、左のフック、クロスと右のフック、チャレンジャーの右のフックです。田中信俊31歳、左のストレート、左のストレートの右のフック、右のフック、さあチャンピオンがロープに追い詰められた、田中が出る、田中がチャンス、右のフック、チャンピオンのダブル、右のフックダブルです、そしてトリプル、左のフックからボディ、チャンピオンもチャレンジャーも壮絶な打ち合い、ロープを背負ったチャンピオン、打ち込んでいくチャレンジャー、さあ第3ラウンドも残り10秒切った、田中チャンスです。さあ右ック、相打ちのような形で右のック、さあトリプル、4打5打と打ち込んでいくチャンピオン、どちらが世界に行きたいか、どちらが勝ちたいか、
その気持ちの強さがその試合の勝負を決します。3月のね、3月の試合ってまるっきり同じですよ。そうですね。しかしロープを背負ったチャレンジャーの稲中、今度はチャンピオン構成、チャンピオン構成、左のフック、さあ捉えたか、もう一度左のフック、チャンピオン右のフック、右のフック、もう一度コージャルファーボリー、しかし右を出していく、左のストレート、左右のフック、左右のフック、左右のフック、チャンピオン、コージャルファー、コージャルファー、打ち切るか、ガクッときた、ガクッときた、チャレンジャーの腰が落ちてきた、平方の腰が落ちてきた、コージャルファー、もう一歩、もう一歩、激しい乱打戦、打ち勝ったのはチャンピオン、コージャルファー。ものすごいパンチの嵐でした。この回を逃がしたらっていう感じで打ってますよね。自分ではもう本当向上心を忘れないで、諦めないでコツコツ本気よくやっていくつもりなんで、どうぞまた応援にしてください。